はい、皆さんまたお会いしましたね。お元気ですか？淀川長、じゃあございませんね。大塚善照でございます。1934年生まれ、今年で86歳になりました。これから私のジャズ人生、長い長いジャズ人生、65年やっておりますが、そのお話をちょっとかいつまんで皆さんにお楽しみいただきたいと思います。それではまた後ほどお会いしましょう。レコードの話いきましょう。レコード買われへんかった。そのレコードや、当時ね、その空輸されてくる、輸入版しかなかったわけやね、輸入版、もうしかししっかりしたそのね、ジャケットがしっかりしてる、輸入版が4000円やね。その時の4000円はもっと今のあれやね、だってその時給料5万円やって僕、ものすごく高い、いや4000円はそれで船便できたら、3000円から3500円で空してきたらもう直来るわけだから、船やったら1つ4つかかるわけでしょ、もっとかかる、だから安いわけ。4000円ね、2枚欲しいっても買われへんねん、5万円の給料で、持ってくるんですよ。その頃ジャズ評論家、まだ向こうもペペやったと思うんだけど久保田隆という人だけども、そのお兄ちゃんで、ね、久保田睦美さんいうのとおって、2人ともジャズ好きでね、2人で来んねん、持って「大塚さん、これシルバーのが出ましたよ」わかりました、よだれですわ、4000円他にも持ってんねん、マイルスとかいろんなやつ、悔しい、欲しいねんけどね、もうとにかく僕はモレスシルバーがあったらええと思うだから、もう大体あれ2月に1回か3月に1枚出たと思うね、なるほど。レコードやいうのはその当時あったけども、そんなジャズのレコードなんか置いてなかったの、日本楽器でね、僕らがその久保田さんから買った頃にちょっと遅れて、上部楽器が輸入レコードを扱えるようになったんかな、その輸入も制限があるわけやんか、なんかいろんなドルと円の関係で、それで僕の高校の2年後輩、3年後輩だからの女の子が日本楽器に勤めてた、そのレコードの中におったんよ、で「置いててくれ」って言ったわ、探しに、今と同じやんとかって、これスーパーになったら絶対置いててくれよ、分かりましたって置いててくれたな、あの子踊らしてるやんと、かわいい子やってん。はい、皆さんいかがでしたか。大塚善照のジャズ人生小話、お楽しみいただけましたでしょうか。これから毎週日曜日の午後9時、夜9時ですね、配信予定です。どうぞお楽しみいただきたいと思います。チャンネルポチッと押してくださいね。花坂ジジイババ公式チャンネル、花坂ジジイババ公式チャンネル、花坂ジジイババ公式チャンネルですね。よろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。